アリハーアン・トラは、ウズベク人の詩人、宗教家、革命家、第二次東トルキスタン共和国の指導者。1884年に、マ幕で生まれ、青年期はブーハラで、クルアンや医学を学んだが、1924年には、非合法のイスラム教団体を組織した罪で、ソビート連邦の治安当局に逮捕されている。1927年に、ソ連から、 中華民国のカシュガル氏に脱出するが、1937年に聖世祭によって逮捕されている。1941年に釈放され、グルジャ氏でイマームとして活動する。1944年4月に、アブドゥルギリム・アバソフラ10人の同志と共に、中華民国からの独立を目指す新解放戦線を、グルジで組織し、11月11日に、ソ連の支援を受けて、 武装放棄する。翌12日、解放戦線は、グルジャを制圧して、第2次東トルキスタン共和国の独立を宣言し、トラは政府主席に就任した。1945年4月8日には、イリ民族軍を創設し、元帥の称号を授与された。1945年9月、トラが指揮するイリ民族軍が、ウルムチ市への侵攻を開始する。イリ民族軍は、 国民革命軍を敗走させるなど勝利を重ねたが、10月14日に国民政府とソ連政府との間で和平交渉が開始され、ヨシフ・スターリンからウルムチ攻撃を停止するように命令される。トルキスタン政府の幹部は命令に従うが、トラは政府幹部の中で唯一スターリンの命令に従おうとしなかった。1946年6月12日、ウルムチで 小解析との間に和平合意が締結されるが、その6日後に KGB によってソ連に拉致された。拉致されたトラは、ウズベクソビエト社会主義共和国のタシュケントに軟禁され、1976年に同地で病死するまでの間、カイコロ録、トルキスタンの悲劇などを執筆して過ごした。ありがとうございます。